109.398、トップに立ちました。そしてこの時点で表彰台が決まりました。残り優勝争い一班、演技は2人です。 12.767 以上でトップに立ちます。ただ追うのは寺本明日香です。予選では 14.133 というハイスコアでした。はい、まず冒頭の4回ターンが注目ですね。予選では3回のジャッジでしたが、本人は回り切ったというふうに。3回ターンですね。少し軸がぶれてしまいました。さあ次のアクロバットシリーズに注目です。シリバス H 難度です。次も大技 F 難度、後方の伸身の2回宙返り。3本目ジャンプを続けます。はい、2回半ひねりから前方の伸身の1回ひねりですね。 0.2 の加点です。ジャンプに加えてターンの技術、表現力も磨いてきたという村上茉愛です。こういったジャンプにも高さがありますね。水平の2回ターン、低難度です。最後のアクロバットシリーズ、着地はさすがでした。去年の世界選手権個人総合の銀メダリスト。ただ終わった後に本人は笑顔がありません。寺本明日香とタッチを交わしました。やはりジャンプの部分よりも本人はこうターンの完成度ですね、はい、なんとかこの全日本の舞台でという思いが強かったようですがね。そうですね、やはり4回ターン回りきれますと E 難度という非常に低スコアが上がってきますので、そういったところ細かい取りこぼしがないようにしていきたいという話もありましたので、果敢に挑んできたんですけれど、ここですね、少し軸がぶれてしまいますと4回回ることができません。はい、3回ターンになりますと C 難度。ただこういった技の高さというのは非常に定評がありますね。もうこのアクロバットシリーズ、床でこう失敗する光景というのは最近ほとんど見ませんね。そうですね、アップや練習を見ていてもきっちりと着地まで意識をしながら練習できているなというふうに思います、はい、ただ本人はこの全日本のタイトル、さらには今年の秋の世界選手権というのを見据えています。オフシーズンに質を高めてきたところが予選では得点につながらなかった、悔しい気持ちは久しぶりに感じているという村上茉愛です。現在トップは畠田瞳 109.398、 12.767、これを上回る得点で村上がトップに立ちます。さらに有利な状況で寺本明日香がこの後最後の演技です。村上茉愛の得点が出ました。予選よりもスコアやや伸ばして 14.200、 トータル 110.831。